はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。神田恵です。今日は6月15日ですね。月曜日になります。え,え水曜日ですね。すいません。今日ですね、えー、仕事終わりに、こちらね、梅雨の合間を縫って、えー、西豊を掘り上げに行きました。ちょっとね、時間がないものでね、一生懸命ガツガツ掘って、蚊もね、ちょっと蚊取り草があるんですけど、それをね、 取りに行く余裕もなくもうパパッと掘りましたこちらですねちょっと見えるかなこちら3月4日に種を落とした西豊かになりますこちらね西豊は、えー、種芋として、えー、やったわけじゃなくて販売用でね作ってたじゃがいもになるんですけれどもそれをもうちょっとね植えてみようということで3月に植えてみました で今日日が6月の15日ですねなので、えー、約3ヶ月え3月4563ヶ月ですね3ヶ月綺麗に経ちましたで今日ですね掘った感想なんですけどもう一個一個が全部 300g 近くあるんですよめちゃくちゃでかいのがもうゴロゴロ出てきて1株からねどうしてもやっぱ3個から4個ちっちゃいんですけどあ数は少ないんですけど 1>, 1個がね300ぐらいあるので1株からね 1.2kg ぐらい2人も 1.5kg とかも取れてると思いますもうこんなねたくさん取れましたので、えー、来年もね、えー、西豊とかあのー、西豊じゃない来年ね1月に早めに植えて34ぐらいで収穫してで、えー、こういったねもう1回もしかしたら作れるんじゃないかなとやってる感じで思いました なのでね西豊かとかこういった和製のタイプなのかなこのタイプはちょっとね、えー、遅く植えて後半にねまた一気に早く収穫できるのはやってみようかなと思いますこれ見えますかこれ蚊がすごいんですよこれめっちゃ我慢してますけどね相当蚊がすごいでしょもうこれ蚊取り草をね塗る暇もないのでこんなことになってますけども 蚊に刺されても,もう我慢してやるしかないですねはいじゃあちょっとね足首もいよいよかゆくなってきましたのでここら辺で終わろうと思いますはいご視聴ありがとうございましたこんな大きな芋すごいねと思った方はグッドボタンよろしくお願いしますはいありがとうございましたバイビー